最近の軽商用車は貨物用途だけではなく、個人ユーザーの需要にも対応。軽乗用車が急速に普及し、今や乗用車全体の4割近くを占めるようになりました。そんな中で、4ナンバーの軽貨物車、軽商用車に、5ナンバーの軽乗用車に近い性能や、使用を備えたニューモデルが増えたことで、 今注目を集めています。それでは軽乗用車と軽商用車は一体どこが異なるのでしょうか。税金面など4ナンバー軽商用車のメリットやデメリットについて紹介します。近年4ナンバーの軽商用車カテゴリーに登場するニューモデルの数が増えてきています。これらのニューモデルは お口配送といった従来の商用業務用途に加え、個人ユーザー向けの動くパーソナルスペースとしての人気も、高まっているのが特徴です。2018年7月に登場し、一定の支持を集めるホンダの軽商用車、N 版に対抗する軽4ナンバー車として、2022年8月に鈴木からスペーシアベースが誕生しています。 二モデルともに軽乗用車のプラットフォームをベースに誕生しているところが特徴です。またダイハツアトレーは2021年12月約17年ぶりのフルモデルチェンジを実施した際それまでの5ナンバーワゴン車仕様から4ナンバーの軽乗用車へとシフトしました。これら最新の軽乗用車に共通するのは 広い空間を活かし、開発時から個人ユーザーのアウトドアレジャーや車中泊、移動オフィスなどに使用することが想定されている点です。また軽乗用車同等の走行性能や、快適性を得る工夫も随所に見られます。規格サイズの上限が定まっている軽自動車なので、車体の寸法自体は非常にコンパクトで、 小型乗用車などに比べ小回りは効きます。それでいて、限られたサイズの中でも、最大限の荷室空間を確保することで、多目的な用途に利用できるのが、4ナンバー軽症用車の魅力と言えます。そんな軽症用車は、税金などの費用、維持費くんが、5ナンバーの軽乗用車とは異なります。 その違いについて順に紹介していきます。計4ナンバーは4ナンバー小型貨物車の中の軽貨物車に属する。そもそも4ナンバーとはナンバープレートの地名横にある数字が4から始まる車のことを指します。それぞれのナンバーは車の用途によって分類されており4ナンバーは小型貨物自動車らに相当します。 その中でも軽自動車のものを、軽四輪貨物車、軽貨物車と呼びます。4ナンバー小型貨物自動車の基準は、以下の通りです。1、全長 4700mm 以下、に、全幅 1700mm 以下。3、全高 2000mm 以下、4、排気量 2000cc 以下。5、自動車の物品積載設備。 二室と最大に利用した場合に、物品積載設備の床面積が0.6平方メートル以上あること。六、自動車の乗車設備、座席部分を最大に利用した場合に、物品積載設備の床面積が乗車設備の床面積より大きいこと。七、乗車設備に定員まで乗車した時の人員の重量より、 物品積載設備に積載し得る貨物の重量の方が大きいこと。8、側面または背面のドアの長さが縦6 0 0、mm、トル横8 0 0、mm、トル以上であること。9、自動車の乗車設備と物品積載設備との間に適当な隔壁または保護仕切り等を備えたものであること。ただし、 最大積載量5 0 0ラム以下の自動車で座席の背当てによって乗っている人が保護されている構造であれば仕切りは不要軽自動車の場合は最大積載量が3 5 0ラムと定められているので Q に関しては座席で守られていれば仕切りは必要ありませんまた軽自動車の規格は軽乗用車軽貨物車 軽特殊用途車に限らず以下の通りです。1、全長3 4 0 0ト、mm、ル以下に、全幅1 4 8 0ト、mm、ル以下。3、全高2 0 0 0トル以下四、排気量 660cc 以下。軽の規格はこれまでたびたび改定されていますが、現在の規格は1998年、平成10年、10月に施行され、 今も継続されています。軽乗用車よりさらに安い4ナンバー軽商用車の税金。4ナンバー軽自動車のメリットでよく挙げられるのが税金です。まず自動車税ですが、軽乗用車の自動車税は、一律で1万800円となっています。乗用車の自動車税は廃棄量。貨物車は積載量によって税率が決まります。 ただし、軽貨物車の場合、最大施設裁量に、かかわらず自動車税は5000円で済みます。つまり、4ナンバーにするだけで同じ軽自動車でも、自動車税がほぼ半額になります。さらに、軽貨物の事業用、黒ナンバーとして、登録すれば自動車税は3800円となり、 軽乗用車に比べ7000円も安くなりますが、こちらは貨物系自動車運送事業の届出が必要となります。最初の新規検査から13年を経過した軽4輪車に課せられる。軽年車重化についても乗用車が12900円であるのに対し、貨物用車は6000円、事業用貨物車なら4500円と、 税額が低く設定されています。次に自動車重量税についてです。重量税は車両の重さによって決まりますが、軽自動車の場合は重さや種別に関わらず、一律で2年あたり6600円です。4ナンバーであっても軽自動車であれば6600円となるので、重量税の差額はありません。 このように自動車税や自動車重量税については安くなりますが、気をつけなければならないのは保険料です。加入が義務付けられている自賠責保険料、いわゆる強制保険は、軽乗用車、軽症用車ともに25ヶ月で2310円です。重量税と自賠責保険料は車検時に支払うため、 二年おきに車検を受けるとして自動車税、重量税、自賠責保険料を合算してみると、5ナンバーの軽乗用車、1万800円かける。二年プラス6600円プラス2万310円4万8150円。四ナンバーの軽乗用車、5000円かける。 2年プラス6600円プラス2310円36910円。差額は11240円となります。軽乗用車でも小型乗用車などに比べれば、税負担は十分に軽減されていますが、4ナンバーの軽乗用車はそれ以上に安く済むのが魅力です。税負担の軽い4ナンバーの軽乗用車にもデメリットがある。 このようにメリットが多い4ナンバーの軽商用車ですが、デメリットもいくつかあります。まず軽商用車は5ナンバーの軽乗用車と比べ車検の回数が増えることがデメリットの一つとして挙げられます。5ナンバーの軽乗用車は新車登録時に3年間、それ以降は2年間で車検を迎えます。 4ナンバーの軽商用車の場合は、新車登録時もそれ以降も2年間です。新車登録時だけ期間が1年短くなるため、使用する年数によっては、車検の回数が1回分多くなるケースも出てきます。例えば6年乗った場合、4ナンバーは、2年目、4年目、6年目の3回、5ナンバーは、 三年目、五年目の2回、それぞれ車検を受けることになります。事前の点検や検査手続きなどを要するので、その分の手間や費用がかかることになります。また4ナンバーの軽商用車は、積載スペースの確保が不可欠です。4ナンバーの規定にある、物品積載設備の床面積が乗車設備の床面積より、 大きいことという条件を満たすため、後部の座席がかなり前の方についていたり、鉱石自体も簡素でリクライニングや前後調整ができなかったりします。ただし、車種やグレードによっても大きく異なります。このように4ナンバーの軽商用車は、5ナンバーの軽乗用車よりも税金が安くなるというメリットが得られますが、 反面で車検の頻度が新車登録時も2年であったり、後席の制約といったデメリットもあります。特に日頃後部座席に人を乗せることが多い場合は、事前に試乗をするなどして乗り心地や使い勝手の面も確認しておくことが重要となるでしょう。